ハレルヤ、それが知りたいのコーナーを務めている山中伝道師です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は聖書とは何かについて知りたいと思います。まず聖書は世界一のベストセラーとして世界中の人々に読まれている本です。私たちプロテスタント教会が聖典としている聖書は939巻、新約27巻の総66巻の書物です。この聖書は人の手によって書かれたものなので神様の御言葉として信じられないと考える人がいるかもしれません。しかし聖書は神の霊感によって記録されたものです。第二テモテ3章16節を見てみると、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですとあります。ではこの聖書が読者である私たちに語ろうとしていることは一体何でしょうか。それは旧約聖書が来られるイエス様について語り、新約聖書も来られたイエス様、再び来られるイエス様について語っているように、私たちの救い主イエスキリストについて語っています。この聖書の御言葉は一点一角も変わることのない生ける神様の御言葉であり、神様が私たちに与えてくださった愛のラブレターです。では私たちが聖書を読むときに与えられる恵みとは何でしょうか。2つに分けて知りたいと思います。1番です。聖書は私たちにどんな恵みを与えるでしょうか。聖書は私たちに永遠の命を与え、私たちの霊を成長させます。神様の御言葉は命それ自体です。イエス様はヨハネ20章31節でこのように言われました。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。イエス様は言われたように、聖書の御言葉を信じる者には命が与えられます。また聖書は私たちに命を与えるだけでなく、イエス様はまた4章4節で言われたように、私たちの霊をも成長させます。皆様が朝昼夜と日々の糧を得るように、御言葉も夜昼口ずさみ、皆様の霊がすくすくと成長することを願います。2番です。聖書は私たちにどんな恵みを与えるでしょうか。聖書は私たちを清くさせます。聖書は言葉通り聖なる書物として、私たちの考えや思いすべてを清くさせます。詩篇119編9節を見てみると、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。宗教改革者マルティン・ルターは、聖書を絞ってみよう、血が流れるだろうと語りました。私たちクリスチャンの基準はこの聖書、神様の御言葉でなければなりません。私たちはこの聖書を通して神様の思いを知り、聖書を通して神様の御心を知ることができます。今回は聖書とは何かについて知りました。願わくは皆様がこの聖書の御言葉を通して永遠の命を得、また御言葉を通して日々清められ、神様が喜ばれる人生を歩みますように、主の御名によって祝福します。ではまた来週もお会いしましょう。シャローン。